皆さんこんにちは、みなりんです。はい、本日なんですけども、ちょっと面白いものを考えてみました。最近スライムパレット流行ってるじゃないですか。でもね、ただスライムパレット作っても面白くないっていうわけで、今回なんですけども、サンリオさんにあるものだけでスライムパレットを作ってみたをやっていきたいと思います。イエイ。どういうこっちゃっていうことなんですけども、放射以外ね、放射だけはね、ちょっとどこ行っても絶対にないので、それだけは別として、お水から海苔から着色材料やその他のね、可愛いチャームまで全部サンリオさんのところだけで揃えてみたいと思います。できるのかなと思うんですけども、めちゃくちゃ楽しそうなので、もしかしたらこちらの企画を通して今まで知らなかったサンリオさんの可愛い商品とかゲットできちゃうかもしれないですし、もちろんね、あとコップとか混ぜるもの含めて全部サンリオさんで購入します。当然ですけども、スライムのお店ではないので、スライム用の材料とかもないですけども、頑張って探していきたいと思うので、早速行ってみましょう。現場のみのりんさん。はい、現場のみのりんです。早速ね、サンリオさんにやってきたので、いろいろとお買い物していきたいと思います。はい、じゃあね、早速いろいろと探していきたいと思います。何があるかな。もうかわいい、超かわいい。あ、でもね、全然タオル必要ないですね。お弁当箱とか、コギミュン、あー、かわいい、かわいいよ。笑ってる顔の子とかもいますね。何かスライムに入れられるようなものあるかな。シール、シールシールはね、使います。マイメロディーとキキララとポムポムプリンやシナモロール、いろんなのを作りたいんでね。じゃあまずはマイメロディーにしようかな。いや、やっぱりキティちゃん、キティちゃんのにしよう。じゃあこっちはマイメロディー。あら、かわいい、スタンプセット。どんなスタンプかな。お、使えそう。じゃあこちらのハローキティのスタンプセット、なんかね、哺乳瓶みたいな形なんですけど、カラーペンセット。へえ、こんな形のカラーペンが。あ、これ、これ良くないですか。これスパンコール入ってる。まさかスパンコール見つけられるとは思わなかったです。これハローキティでしょ。シナモロール、あー、シナモロールにしよう。君に決めた。ポチャッコもかわいい。ポチャッコとドラえもんもあるんだ。ポチャッコにします。ポチャッコ、いい感じ。他に何がいるかな。でもこれだけじゃ全然スライム作れない。文房具のセクションに来ています。もうポムポムプリンのラインマーカー、かわいいね。あー、ハサミがかわいい。あのハサミ、多分今回の企画では使わないんですけど、普通に欲しいので。ちょっと集まってきました。でもね、まだまだ足りないと思います。もっと中に入れられてキラキラしているものを買いたいと思います。まあ、もともと結構無茶ぶりな企画なんですけど、あ、これいいかも。これ中に入ってる、これペレット使えそうだけど、これは取れないと思いますね。これ良くないですか。これ絶対使えそう。お風呂で金魚すくい。え、これが入ってるの、可愛すぎじゃない。アリス、え、これ欲しい。スープマグで、これもついてくるのかな。スプーンセット、ぴったし。じゃあ私の大好きなキティちゃんもあるので、キティちゃんにしましょう。スライム作るものって他に何が必要かな。なんだろう。はい、というわけで、まあもう行ってきてるんですけども、じゃじゃん、こちらの中にスライムパレットを作るための材料を買ってきました。スライムパレットは、まあ、パレット自体と放射だけは別なんですけども、それ以外は全部サンリオさんで購入してきたので、まずはですね、一つずつ商品紹介をしていきたいと思います。はい、まず購入したものなんですけども、これがなくちゃ作れない、お水、富士ミネラルウォーターです。と言ってもね、まあこれは中身は富士山の飲み水なので、中身は飲んじゃいます。代わりに水道水を入れて使うので、ご安心ください。結構他にもいろいろなね、お水とかがあったので、喉乾いた時はぜひサンリオに行ってみてください。まずお水でしょ。そしてこちらもなければ作れないもの、はい、海苔です。開けましょう。実はこちらサンリオさんのお店で購入したものではないです。サンリオ専門店では海苔は取り扱ってなかったです。なのでちょっと探しに行きまして、イオンでハローキティコーナーがあるので、そこで見つけてきました。でこれだけじゃなくて、キ
ティちゃんの海苔も見つけました。まあ、これはね、スティック海苔なんですけども、スティック海苔でもスライムは作れるので、こちらのパレット6個あるので、最後このスティック海苔も使ってスライムを作っていきたいと思います。というわけでもこれがあればスライムが作れちゃうんですよね。でもこれだけですと、本当に透明なスライムになっちゃうので、つまらない。というわけで、中にデコれるようなものをいろいろと購入してきました。ティッシュ困った時のティッシュ。どれも可愛い。一番気に入ったのでもこれかな。お風呂に入ってるキティちゃん。というわけでまずはティッシュとマーカーです。マーカーもね、結構色付けとかに使えるものなので、ポムポムプリンのを買ってきました。今回はね、キティちゃんだけじゃなくって、いろんなサンリオのキャラクターを使いたかったので、こんな感じでポムポムプリンの絵が描いてあるのと、太い方と細い方があるペンです。めっちゃ使いやすそう。続きまして、キキララのペンセットです。もうこれがすごく可愛くって、見て見て、哺乳瓶の形。こんな感じで描けるようになっています。まあ、これを使うかどうかわからないですけども、まあ、とにかく可愛かったので買っちゃいました。ハンドクリーム。すっごいトロトロ。クリームを手に塗ることによってスライムが手につかなくなるから、もちろんそのためと、あとはこれ自体もスライムに入れることができて、ハンドクリームとかクリームをスライムの中に入れると伸びが良いものになるので、まあ、そのためにもちょっと購入してみました。まだまだあるんですよ、実は。これ、なんだ。なんとですね、スープ用のカップとスプーンセットです。ここにね、キティちゃんがね、乗っかってるんです。この中に海苔とお水とかを入れて、スライムを作っていこうかなと思って買ってみました。本当にもう全部サンリオ縛りなので、あと普通にスープセット欲しかったので。シール!これね、絶対可愛いシール。オープン。いい。こんな感じでね、透明なシールにしてみました。当然スライムに入れるだけでもなくって、いろんな使い方をしていこうかなと思って購入してみました。超可愛い。いろんなシールがある。お、これもなんか書いてありますよ。You have a way of brightening my day. いろんなものに使えそう。紙のシールとかだとスライムの中に入れられないので、プラスチック系にしてみました。このフォルダーも可愛い。そして続きましてはこちらのセット。これはスタンプセットかな?はい。おー、ピンクっぽい紫っぽい色と青の2色。あとは大好きとかね、可愛いスタンプがいっぱいついています。これも後ほど使います。パッケージもここにハートがついていて、もう超メルヘン。これはマイメロディのマスキングテープ。ハサミ!これは欲しかったから買っちゃいました。おにぎり用のアルミホイル。鉛筆用のキャップ。バスボムと、最後こちらです。じゃじゃん。なんとこちらのクリアファイルなんですけども、中にキラキラが入ってるんです。こういったキラキラ系はスライムに入れたいなと思ったので、今回購入してみました。これがシナモンロールバージョンです。中のキラキラがどのファイルによっても違うので、また違った感じのスライムができるんじゃないかなと思います。そしてですね、これはちょっとおまけなんですけども、お風呂で金魚すくいセットです。何かと言いますと、これ、この網。こちらの網のこれを使いたかったんです。スライムを作った後、これを使って音フェチもしようかなと思うので、早速ね、こちら全部使ってスライム作っていきましょう。はい、じゃあ早速スライム作っていきましょう。まずはお水に、もうすでに水道水と入れ替えてあります。放射水です。ぐでたまとタキシードサムのコップを使っております。それではまずは海苔を全部入れていきます。簡単にこうやってノズルが外れるので、ギューって入れていきます。この中にまた海苔を入れて再利用することもできますね。そしてお水。混ぜます。お水をほんの少しにしておきましたけど、もうちょい入れようかな。放射水。おお、きたできた!スライム!おお、いいね。ちょっとお水多すぎたかな?クリアスライムできました!超簡単。ちょっとお水が多すぎたかな?結構プルプルになりました。ではこの中に、どうしようかな?じゃあまずは、マーカーを使って色付けしていきます。何色にしよう?オレンジ。太い方のペンを使って、ちょん。これで混ぜます。はい、ほんのり薄くオレンジ色になりました。もっと色入れていきましょう。ハート。まだ結構色が薄いので、もうちょい追加しようかな。はい。ではまずは透明な薄橙色のスライムができたので、この中に入れます。いい感じ。どんどん行きましょう。続きましては、まずはね、お水入れちゃいます。はい。バスボム!見てください。これなんとアリスとコラボしているキティちゃんたちです。キティちゃんがアリス風に、マイメロディーがマッドハッターとかね、ものすっごく可愛いラインナップで、もうこれが欲しいんです。もちろんね、この中のお人形ちゃんも欲しいんですけども、この外側をね、着色材料として使えるんじゃないかなと思っています。全部開けて。お、いい香り。超いい香りするよ。これをこの中に入れてみます。お、ブクブク。
くいってますね。ピンクのような紫のような色ですね。入れすぎちゃうとスライムが固まらないと思うので、これぐらいにしておきます。これをね、お風呂場に行って中身取り出しちゃいます。はい、じゃあお風呂場で溶けている間にこっちでスライム作っちゃいましょう。のりでしょ、放射水。お、よかったよかった、ちゃんと固まってます。クエン酸はね、スライムを溶かしちゃう材料なのでちょっと心配してたんですけど、ほんのちょっとだったので大丈夫だったのかな。ほんのりピンク色のスライムです。本来であればバスボムを使ってスライム作ることはおすすめしないです。2つ目のスライム、どんどんいきますよ。どんどん3本全部一気に入れて大きいスライム作ります。2つ目、3つ目、そしてお水よく混ぜまして、放射をちょっとずつ、おお、伸びる伸びる、いいねいいね、クリアなスライムできました。これは3つ分なので3等分に。まず1つ目のスライムはね、ティッシュを入れようかなと。ティッシュスライムですね。かわいい、ただのティッシュだと思ってたらちゃんとハローキティが乗ってました。え、しかもちゃんとしっかりしたティッシュ。これを2枚にして、まずはこうやって1枚乗せます。反対側にしてゆっくりと混ぜ込んでいきます。ほんのりピンク色なので可愛い。よく混ぜ込んだらもう1枚を上に乗せます。キティちゃんがスライムの上にプリントされてるみたい。全部全部混ぜ込んでいきます。本来であればトイレットペーパーとかね、使うともっと簡単に馴染むんですけど、しっかりとしたティッシュを使っているのでちょっとこう繊維が残っちゃいますね。ではこちらのもちもち桜風スライムをここにしよう。ティッシュを切ります。一番上にこれをつけてあげると、キティちゃんがプリントされているような感じになって超可愛い感じになります。まさしくサンリオ風スライム。こちらのスライムは透明なままで投入。この透明なスライムの中にはこれですね、これ、こちらのシールを入れていきます。あー、超サンリオ風。これこの中に入れよう。ここでしょ。ではあと2つですね。2つ、1つはこちらの透明のスライムにハンコを使っていきます。どう使うかというとね、例えばこれをポンポンってやって、はい、スタンプしていきます。かわいい。その後綺麗にスライムの上に見えるんでかわいいんですよね。ちょっとピンクも入れてみました。もうちょっとハンコを押す場所がなくなったので一旦混ぜます。ちょっと青多めにたくさんスタンプしていきましょう。はい、こんな感じで水色のスライム完成。これはこれでいい色、かわいい。水色はここかな。最後の一つ、はい、では一番最後ですが、こちらのね、スティックのりを使っていきます。え、青色なんだ、びっくりした。透明だと思ってた。こうやって出して、まずはお水これぐらいかな。そしたら細かく輪切りにしていきます。はい、リップでね、似たようなことたくさんしてきたので、これって楽しいんですよね。はい、これで中の方まで取れたかな。そしたらこれを電子レンジへ。お、はい、温めてきました。もう熱そう。ほんのちょっとだけクリーム入れようかな。あとはね、本当に私が使うように取っておきます。ちょっとずつ入れましょう。お、白色になった。白色に変わる、面白い。え、なんか面白いことになったんですけど、泡立ってる白いスライムっぽいような。成功とは言えないですね。まあそういうこともありますよね。なのでもう一つ実はあるんですよね。最後のこちらの水のりを使ってスライム作っていきましょう。はい、できました。ちょっとね、なかなかスライム化しなかったので、結構混ぜたりしたらすごく白くなっちゃったんですけど、何も入れてない透明のスライムです。この状態でちょっとやりたいことがあるんですけど、これお風呂で金魚すくいセットに入ってたやつですけど、これをこうやって、サンリオさんのものだけで音フェチもできちゃうっていう、この素晴らしさ。このスタンプセットを使って紫色にしていきます。夢かわいい風。はい、夢かわいい風に紫色になりました。このクリアファイルの中に入っているキラキラを入れていきましょう。まずは開けて、ちょっと心苦しいんですけども、後ろ側の、どうしよう、ここら辺かな、小さく切ります。この小さく切り取ったところから外に出します。ほんのちょっとだけ取りますね。よしよしよし。このキラキラもね、ハート型と雲型があって超かわいい。この夢かわいい風のやつに入れていきます。で、これなんですけども、ここマイメロディーのマスキングテープを上につけてあげると、ファイルは元通り。そんなに取ってないので、ファイルも見た目は全く変わっていないです。これで、ね、また普通のファイルとして使えるので。お風呂の中に入れたバスボムですが、キャラクターが出てきました。じゃじゃーん。
なんとシナモロールのうさぎちゃん風でした。かわいい。これ集めたい。もうこれ集めるためだけにバスボンを10個ぐらい買おうかな。やっぱり合おうかな。こんな感じでサンリオさんにあるものだけでスライムパレット作ってみました。めっちゃかわいいメルヘンの感じにできたので超満足です。じゃじゃん。はい、っていうわけでサンリオさんにあるものだけでスライムパレット作ってみました。大丈夫かなってちょっと心配だったんです。糊と水はもちろん着色材料や飾り付けるものとかね、全部必要だったので、いかにもサンリオ風のパレットができちゃいました。今までのパレットの中で一番好きかもしれないです。個人的にはめちゃくちゃ楽しめました。次はねディズニーランドだけでスライムパレットも作ってみたいと思うので、ぜひぜひ楽しみにしてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。